はい、それでは違いを確かめるために、現在ノーマルのモーターを使っている時の初速と、あとはサイクルを調べたいと思います。BB 弾は 0.2g です。バッテリーはリポバッテリーを使用しております。 89.5 89.5 89.9 90.8 89.9 です。続きましてサイクルを調べたいと思います。12.5 1秒間に 12.5 発ですね。はい、それではサマリウムコバルトモーターに変更したレシーダイクルの弾速から測ります。いきまーす。 89.5 89.2 89.2 89.6 89.4 89.5 89.4、まあ、こんな感じであんまり弾速は変わってないですね。はい、続きましてサイクルです。 12.5 サイクルもあんまり変わってないです。はい、それでは体感です。まずノーマルバッテリーを使っている時のセミレスポンスです。はい、それではサマリウムコバルトモーターに変更したレシーダイクルの体感です。まずはセミ、フルオートです。はい、こんな感じです。まあ、実際に初速とサイクルも変わりませんのでメカボへの負担も少ないんじゃないでしょうか。でグリップが結構熱に強いで熱も持ちやすいっていう風に聞いてるんですけれど、今のところ100発ぐらい打ってますけれどちょっとあったかいぐらいでしょうか。まあ普段こんな連射しないですけれど、フルオート使わないでセミオートを連射する人には12,000円の消費税ですね。確か違ってたらすいません。でこれを高いと感じるか安いと感じるかはその人の戦い方だと思います。で自分は基本はもうインドアでセミを使いますので、セミのレスポンスが早いというのは嬉しいと思います。パッと構えた時に引いてすぐ飛んできますので、弾道の乱れも少ないのではないでしょうか。はい、以上がサマリウムコバルトモーターへの変更した場合の参考動画でした。